皆さんこんにちは。ポジティブジャーニーへようこそ。今日は結婚生活を成功させるための秘訣についてお話しします。結婚生活は愛と信頼、そして日々の努力によって築かれます。この動画では夫婦円満のために忘れてはいけない大事なことについて詳しく解説します。あなたの結婚生活の経験や悩みをコメントで教えてください。それでは早速始めましょう。パート1、コミュニケーションの重要性。良好なコミュニケーションは夫婦関係の基盤です。オープンで正直なコミュニケーションは信頼と理解を深めるために欠かせません。アクティブリスニング、積極的傾聴というテクニックを使いましょう。これは相手の話を注意深く聞き、適切なタイミングでフィードバックを返す方法です。感情を共有することも重要です。自分の気持ちや考えを素直に伝えることでパートナーとの絆を強めることができます。パート2、信頼と尊敬への構築。信頼と尊敬は長続きする結婚生活の基盤です。信頼を築くためには約束を守り、正直であることが大切です。例えば約束を守ることは信頼の基本です。また尊敬を示すためには日常の小さな行動が重要です。感謝の気持ちを表現することで相手に対する尊敬の気持ちを示すことができます。また相手の意見を尊重し共感を示すことも大切です。パート3、共有と協力の重要性。家事や育児、財政管理など夫婦で協力することは結婚生活の成功に不可欠です。共通の目標を設定し、それに向かって協力することで夫婦の絆が深まります。例えば一緒に家事を分担することで互いの負担を軽減し、協力の精神が育まれます。また共通の趣味や活動を通じて夫婦の時間を楽しむことも重要です。パート4、個々の成長と空間の尊重。夫婦関係において個々の成長と個人の空間を尊重することも重要です。それぞれの趣味や興味を持ち、個人の時間を楽しむことで関係に新鮮さを保つことができます。例えば一方がスポーツに興味を持ち、もう一方がアートに興味を持つ場合、それぞれの活動を尊重し合うことで互いの成長を応援し合うことができます。またお互いの成長を共有し、新たなスキルや経験を共有することも夫婦関係を豊かにします。パート5、コンフリクトの健全な解決。夫婦間のコンフリクトは避けられないものですが、健全な対立解決方法を持つことが重要です。冷静な話し合いと妥協点を見つけることが対立を解決する鍵です。例えば感情的な対立を避けるために一時停止して冷静になる時間を設けることが有効です。またお互いの意見を尊重し、建設的な対話を心がけることも重要です。今日は結婚生活で忘れてはいけない大事なことについて詳しくお話ししました。これらのポイントを実生活に取り入れることで夫婦関係をより良くすることができます。ぜひこれらのアドバイスを試してみてください。そしてあなたの体験や感想をコメントで教えてください。チャンネル登録を忘れずに。次回の動画もお楽しみに。